お笑い道場さすらいの変態仮面。どうこれで久々だろうこれ。おはようございます。まあ今日はどうしような。念願の養生ですね。おだな。はい、ボツになったでよくない。そうですね。ボツになったでボツになりました。取り直しだ取り直し、はい、今日。で、今日養生取るのいいんだけど、はい、ちょっと問題があってよ。問題ですか。おー、今日ちょっと旅忘れちゃって、いつもの。は、あ、はいはい。で、スリッパなんだけど、いいかこれ足場。そう、ダメですね。ダメか。まずいかなこれ。まずいですね。絶対なんか言われるかな。絶対なんか言われますよ。ね、なコメントで言われるかなこれ。コメントで言われます。多分社長からも、社長からも何か言われます、ね、スリッパで作業してはいかんのか。もうありとあらゆる方向から叩かれます。あ、そうか。じゃあダメだな今日これ。まず取れん取れん今日取れん。マジですか。だってこれだの忘れちまったの。これじゃじゃでも、もう俺も帰るでよ。ダメだね。待てよ。ダメで今日は終わりということで、また次で会おう。マジですか。どうするんですか。んで、本当は持ってたっていう。じゃあ養生行こう。はい。俺はマスカじゃなくこれ使ってるんでよ。それ何なんですか。サスケマスカ、紙テープマスカ。紙テープ前履いてマスカ巻いてたんだけど、はい、時間かかるもんで。最近出したってやつですよね。2年ぐらい前にね。はい。これ使ったらもう普通のやつは使えん。あ、マジですか。使えん。結構便利です。お、結構便利なんだわ。結構いいぜこれ。よいしょ。いっぺんに伸ばすっていう。あ、そんな行くんですか一回。本当は上まで立ち上げた方がいいんだけど。はい。これだとやると破れるんだって。マスカだと伸ばせるけど。はい。これだとやそれやると破れるでよ。あ、髪だから破れちゃう。髪だから破れるんだ。なんで一気にビューって引くんですか。そのまままっすぐ裏に出るんだね。綺麗に。あ、そういうことですか、うん、あ、何回もやると何回もやるとシワになっちゃうみたいな感じですか。よれてくる。これ、ツバルになるっていう。人そろそろだけど、俺は下から巻いていくけど。はい。巻いていくなんてどこから巻いていってもいいんだけど。はい。俺下から巻いていくね。気分的な。うん、まあそういう気分だ。そういう気分だね。まあこれはどっちもいいけどね。真ん中に置く人もおるし、はい、こっちへ止める人も。俺はこっちに行っちゃう。まああらかじめテープはこうやってつけとく。まあ大体これだと何枚使うかなっていう予想。はい、まあこれは引っ張りすぎないよ、ね、こうやってやると、めぐ…いや、取れてくるで。はい。こういうのも必要だろうね。まあ、そんなもんかな。俺はこうやってやっちゃおうかな。ファンサービスだ。あんまり風がボンボンの時はこれは取れてくるでよ。はい。これで止めるんだって。まあ、ああ、そうなんですか。そうするともう流れてこん。へえ。と、もう一回ぐらい行きてみ、はい、もう一個行くか。もう、こういう細い窓。はい。細い窓はやり方あるんだよ、細いのも。あ、違うんですか、やり方。うん、そうそう。巻き方が違うんで。まっすぐ貼るっていう。押さえてこれ。よし。これはまあ細いやつはまず1本。はい。これ持ってくる。で、あとは左右からこうやってくる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 ってこういう場合は巻いちゃう。で、これ最後こっちはこれ中に入れて。はい。中に入れてこれをこうやって止めてで最後これセブンを作る。セブンですか。セブンとして剥がれてこない。
もうこうやって毎時はあの台風の時じゃない限り破れることないから、はい、マジですか。な破れん、台風の時以外なったことないで。あ、そうなんですか。よっぽど強い台風だよ。普通の台風じゃ剥がれない。この巻き方ですか。剥がれんもんで。やっぱこだわってるんですか、養生。こだわってる、こだわってる。あ、養生もですか。鬼の養生っていう。こいつは便利だぜ。これはハキヤにしか売ってない。ハキヤって何なんですか。ハキヤって何なんですか。あの塗装屋専門の道具や、はい、あ、そういうのがあるんですか。開発したんですか。そう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 。へえ、そうなんですか。で今いろんなとこ開発しとるわ。あ、そうなんですね。もうちょっと長いやつあるんだよ、1100は、はい、もうちょっと長いもんで、はい、あの慣れんと使いにくい。使いにくい、使いにくい。俺はもう慣れちゃったで、はい、いいけど。何でその養生こだわってるんですか。養生でミスるともうあとあの掃除しなきゃ思うよ。あ、はいはいはい、はい、拭きすぎないもんで、手塗りだもんで、はい、塗り込むもんで、はい、入ってっちゃうんだ、テープの隙間に。普通のマスカーだけだと確実に入るで、はい、あのやってないんだけど、はい、一番大事ですね。だから料理が一番大事なんだよ。まあ養生で大体分かるで、腕がそのそのそう。あ、マジですか。大体分かる、大体見て分かるで。ダウンぐちゃぐちゃなやつおるもんで、はい、ちなみにあそこの細い窓あったじゃないですか、うん、あの養生した人の腕はどんな感じなんですか。あ、どうだろうなこれこれどうだろうなこれ。どうですかこの職人の腕は。優しそうですか。まあ、まあ、まあ普通じゃね普通じゃねどこにでもおる徳田さんって普通じゃねで、破るときあるんだって。はい、破るときはよ、まずこれで、ここをわざと開けとくんだって。ここは塞がずに。あ、そう、え、ちょっと待ってください。そのために開けてるんですか。そう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 、あの止めちゃってもいいんだけど、はい、手入れる。はい、でうーんってこうやってやるんだえ、本当にそのために開けてるんですか。あ、そうそうだよあ、そうなんですか。あ、まずこうやってさささささってやるんで、ふんってやる。これがバラし方。これ俺のやつだでな全部実費なんですよ。あ、実費だっていいんだって。これ会社のやつだって怒られるよ俺あ、しばらくこっちよ。はい、これいいんだけど、これがあるもんでさ。はい、これこうやっていかなかったのよ、グイーンって。はい、俺グイーンっていかなかった。あーってこうやっていかなかったこのパンの下はもう一個下に組んでくればいいんだけど。はい、まあめんどくさいもんね、このままいっちゃったね。だと思うよ。これちなみに誰が組んだか分かりますでしょ。あ、分かる。だってあれですか、リュウジだ。なんで分かったんですか。リュウジだ。なんで分かったんですか。構造で分かる。違いますよ、テレビさん。違いますよ。あ、違う。動画出てたからですよ。あ、そうだバレた。バレてます、ね、結婚報告の動画の現場ですね、リュウジ君。あ、そう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 。でもこれ難しいわ。あ、そうなんですか。難しいわ。2世帯になっとるもんで、家が。はいはいはい。難しい、これは。これ組むの大変だと思うよ。じゃあ、組み替えようか。はい。あるんですか。あるて。歯守ってるんですか。歯守っとるて。以前、これよ。以前、足場が現場に忘れてったやつ。はい、あ、そうなんですか。そのまま。だから昔だぞ。はい、5年ぐらい前かな、はい、足場班が現場に置いてったのよ。誰とか知らんよ、その時の足場班、はい、もういない足場班かもしれんけど、はい、これでそのままもらっとる買ったわけじゃないです。買ったわけじゃない誰かかんか忘れてたらセットハンマーだから、これで組んでくれよって言って置いてってくれたかもしれんな。あ、そういうことですか。分からんけどじゃあちょっとやりやすいように組むか。はい、どうやって組むんだ。え、始まってなるほど。おお、これだと立ち位置でできるもんでさ。はい、もうやりやすいんだ、座ってやるよりかは。はい、これどこさんか。あ、これですか。うん、これどうさんなんだ。壁塗れない、これどかしてくれいいんだけどよ足場半分まあ、そんなめちゃくちゃ組み替えるわけじゃないんだけど。はい、このレベルなら自分でやっちゃうかな、あまりにもの時は呼ぶ。あ、呼ぶんですか。呼ぶ、部材もねえし。はい、ここ組んでもらうのはできんっていうようなとこは呼ぶ。あ、そうなんですか。自分で持ってくるんですか。
いや、自分では持ってこん。持ってこん。ある程度ストックしとるで、はい、足場材は。はい、自分で。そうですか。ああ、このアーチとかな。持ってるんですか。持ってる持ってる。内的用で、あの、余分にあった時、はい、持ち帰って、はい、自分で持ってるんで、もう内的用自分で足場組んで、ね、また持って帰るっていう。には。あ、そうしてるんですか。そうする。だから、手道がそうやって取ったよ、道が。足場でネタバ作るんなら、はい、そういうなら、ある程度自分でストックしとった方がいい。あ、そうなんですか。ストックしといてくださいよって言うもんで、ね、基本あんまり置いてかないもんでって言って。そんな感じだな、はい。まあでも、もうもらったでさ、足場代は。はい、届きますか。もう返したんや俺。もう返したんや。じゃあ次は下塗りだな。下塗りですか。次は養生があったら下塗りだろう。下塗り、はい。そうだろう。ボツりましたもんね。ボツったんだで、一回撮ったやつ。何のために撮ったんだ。最初から確認しとけや、それ。ああ、無駄だ。あの、俺、半日。じゃあ、また次、下塗り編で会おう。